はい、今回はダブルクリンチノット村田はじめ式の結び方を紹介していきます。まずはラインをルアの合に通します。そして少し出します。そしてもう一度合にラインを通していきます。こういう感じになります。そして左手で輪っかが崩れないように固定して、余り端ラインをメインラインに4回巻きつけていきます。そして余り端ラインを左側の輪っかが2つになっているところ、ここに通していきます。はい、このような状態ですね。でこの次はメインラインと余り端ライン両方を引っ張っていきます。この時つばか水かで濡らしておくと締め込みやすくなります。そして最後少し結び目を整えたら、これで締め込み完了です。あとは余り端ラインを短めにカットして、これで完成となります。よかったら試してみてください。